壊れた戦車って言われているんで、武器は壊れてるとこです。僕は、キング光栄先生に、厳しいミットとか練習をしていただけるんで、それが秘訣だとなってます。田淵選手は、映像を見たんですけど、空手で前にどんどん出て、根性論がある選手なんで、自分と噛み合うと思います。強い相手としっかり戦って勝ち続けることが大事なことだと、空手家としてとにかく最後まで挑戦し続けて、リングに上がっています。自分の中ではローキックが一番相手にしっかりと当たるんで、ローキックで倒してきたりとか、ホストカップ初めての試合なんで、しっかり KO で倒して試合が盛り上がればいいなと思っています。バッチバチに打ち合って会場盛り上げて、最後に俺が打ち勝ちます。はい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 。